オン・ドゥ・フロント・オン・ドゥは日産自動車がダット・サンブランドにてロシアで販売する小型セダンである。2014年3月13日日産自動車 CEO のカルロス・ゴーンはインドなどの新興国で既に展開しているダット・サンブランドをロシアにおいても展開すると発表。その翌月の4月4日にオン・ドゥをプレス向けに発表。その後、 7月14日に生産を開始した。なお、当社はロシア国内潜売車であり、他国への輸出計画及び販売計画はない。ベースとなっているのは、アフトバースの FF セダン、ラーダグランタで、デザインは厚木市にある日産グローバルデザインセンターが担当したが、開発はグランタのメカニズムを流用しつつ、アフトバースが担当した。製造は、 アフトバースのトリアッチ工場で行われる。外寸は全長 4377mm、全幅 1700mm、全高 1500mm、ホイールベースは 2475mm である。エンジンは1.6リットル、直列4気筒サイ 1C8 バルブ87馬力のバス、バズ -11186 が搭載され、フロア式の5速 MT と組み合わされる。 これが、ロシア専用車。ダツン、オンドウクリッカカール、2015年2月24日閲覧。ダットさん、ロシア市場向けファミリーセダン、オンドゥの生産開始約97万円。レスポンス、2015年2月24日閲覧。ありがとうございます。